将来今自分たちがこう活動していることによって10年100年1000年後にどういう影響を与えるかっていうのを少しでも意識する、そういう視点を与えてくれるのって実は天文学だったりするんですよね。人々がこう長い目で物事を考えれるようになって最終的に幸せに少し近づくみたいな、そういうことをしていくのが僕の使命だと思ってますね。大平貴之のマイメソッド、プラネタリウムに関するほぼあらゆることをやってまして、科学館にあるようなプラネタリウム の投影装置ですね、もともとはそれの設計制作するっていうのがお仕事が最初にあって、でそれからそれを上映するための番組作りとかその企画コンテンツを作るとか、小さいものだと家庭用のプラネタリウム、大きなものだともうその野球場を全部星空にしてしまうものとか、もうプラネタリウムっていう範囲ではない領域の仕事がだんだん増えてきてますね。今はもう僕一人でやるというよりはスタッフが何人かいるので、技術者もいるので技術者とこういろいろやり取りしながら新しい機種の開発をしたり、初めて興味を持ったのは小学校多分中学年ぐらいだったのかな、中学年か高学年の時に、近所の川崎市青少年科学館というプラネタリウムがあって、そこに行ってプラネタリウムの機械を見て、うわこれはすごいなと。川崎市だとあんまり綺麗に星が見えないんですけど、それが富士山で見るような星が見えるわけですよ。うわこれすごいな、こんな星空を本当に見てみたいなと思って、それを自分で作りたいと思うようになってたんですね。いや変わり者でしたね。みんながほら遊びとかゲームとかね、そういうのが好きだっていうので、僕は一人で化学薬品が欲しいとかそのこと言ってるので、周りもどうしたもんかねこいつはみたいな感じだったでしょうね。生まれつきそういうのに興味を持つ思考がありましたね、はい、プラネタリウムっていうのは良かったのは、今振り返るとですけど、単なるものづくりとか技術のいろんな分野を試せるテーマであるっていうのと同じぐらい、こう人とつながれる要素がある、人に見せてなんぼなところありますから、多分自分で好きなことに没頭するタイプというふうに自分でも思っていたんですけども、そのくせ人とこう接点を持ちたいという願望はあったような気がしますね。子ども向けにアレンジされた何かフェイクではなくて、実際にあるものを自分の手で再現してみたいとか、そういう欲求がとても強かったですね。でレンズ投影式プラネタリウムを初めて実現したいと、科学館にある立派なもの、それが小学校多分6年生の時だったと思うんですけども、それでたまたまレンズ工場から余ったレンズを分けてもらってで作ったんですけども、最終的には成功には至らず、まあ諦めてしまうんですけども、それから中学高校生の時になって、レンズ式はまだ無理だけどピンホール式でなるべくいいものを作ろうということで大きなものを作って、それからでも大学に進学する時になって、やっぱりレンズ式プラネタリウムを作りたいと思って、で初めてレンズ式プラネタリウムを成功させたのが大学3年生の時ですね。でそれから社会人になるようになって、ソニー入社した直後に国際プラネタリウム協会の大阪大会っていうのが開催されて、そこに参加したらみんなからびっくりされて、2年後にロンドン大会っていうのがあるっていうんで、そこに向けてすごいものを作ろうっていうんで作ったのがメガスターですね。ソニー入社してもうプラネタリウムなんかやってる場合じゃないよって思ってたんですけど、まあ結局断ち切れなかったってことですよね。やっぱりどうしてもまだ続けたかったっていうのがあって、2000年過ぎて僕は30歳過ぎぐらいの頃に会社を辞めることになって、でそうこうしてるうちに海外で国際プラネタリウム協会のシカゴ大会にね、そのメガスターの最高のものを作って出展しようって出展したんですよね。そしたらみんなびっくりして、それからだんだん常設したいって話が海外から舞い込むようになって、でスタッフもどんどん増えて新しいことを常に考えてる、まあ、そんな日々でございます。一気にこのマスメディアでこう世界一のプラネタリウムみたいに言われるようになって、実力以上に認められちゃってるわけですよ。星の数が大きな世界一って単純なもんじゃないでしょうみたいなことをやっぱり言われてしまうわけだし、たくさん星の数を映すっていうのは宇宙にたくさん星があるからね、ごく当たり前のことをやったつもりなんですけども、目で見えない星を映し出すのはその良くないっていうね、こういうものはもうナンセンスだみたいな言われ方をされて、なんでそんな風に言われなきゃいけないんだろうみたいな、そんなことはありましたね。
やっぱりプラネタリウムを作ろうと思ったのが褒められて喜ばれるというのが嬉しいわけだし、人間って社会的動物ですから、人を喜ばせたいとか受け入れられたいという願望ってものすごい強い生き物だと思うんですよ。で、多分そういう意識は僕の中にあったんでしょうね。じゃあどうやったらこれに関わっている人たちがより幸せになれるのかなというふうなことは考えますよね。宇宙の中に僕らが住んでいるっていうあの大きな枠で、普段僕らが認識してないけど、これは夢でもロマンでもなく現実を人々に伝える、このことによって、明日はどうしよう、明後日はどうしようということをみんなが、考えて、少しでもお互いが長い目で物事を考えれるようになって、最終的に幸せに少し近づくみたいな、そういうことをしていくのが僕の使命だと思ってますね。